やること一つだよね。いやそうなんやけど、これメドリみたいにこのまま飛んだら飛んでいけたりせえへん。虫が高いところから飛び降りても大丈夫なようにな。なるほどな。さあこれを2本生やすことで何が起きんねん。俺は宝箱やと思うけどな。うん。さやったー、宝箱どころではなかった。やっぱまあこれ最高や。まあこれ最高や。待て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 、マジックさんいる、マジックさんいる。マジックをよこせ。そうやな、補充しとかないと。まあこんだけあれば。めっちゃ上がる。めっちゃ上がる。それ上がりすぎ。え、こんなとこあった？多分行ってないとこやろな。あ、追ってきてる。あ、ま、魔力が届け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 。え？一人で来て大丈夫？いや、これおい。お一人様専用や。そやな。まあ、これをこんな危ないとこに連れてこられへん。この数めんどくさいな。ああ。時間解除とかじゃないよな、この。こんだけの数暴れてたら怖いな。おらおら。あ、動く動く動く。いや、でも動いたところで、後ろを。いや、結構待ってくれるな、こいつ。そやな。さあ何が出る？おお、見た目はしょぼいけど。こうじゃないか、ゼルデンは。さあ何が？いいね。いいね。いいね。小さな鍵はマジで重要。さあ行こう。ああ行こう。は。いろんな小ネタを知れて楽しいですよっていうことだけ言っとか。うん、まことの仮面的な。ああ、まあそういうことやね。てかご存知ですね、あなた。時のオカリナやってるもん。時のオカリナ、あ、そうか、仮面か。あれもこれもまことの仮面もらえんの。まことの何やったかな。まあ、こと系よ。まことのメガネ。誠のメガネはもらわれへんな。あれは時岡だけや。誠のメガネは好きやけど、あれ使うダンジョン嫌いやな。海の神殿。そう、井戸の底とかも。あ？お、やばい。マコレに倒してもらおう。3体。これはまずいな。おい。やばいやばいやばい。横入りすんなよ。あ、なんかめっちゃ強そうこいつ。プロいな。いや、どうせ見てくれだけや。あ、こいつ聞いてない。密集陣形がファランクスってやつやな、知らんけど。とりあえず、あー、横に並べられると鬱陶しいな。くつえこいつ、つえこいつら、カウンター取らせてくれ。パズでちゃんと守りを固めてくる。いいね。お、いいっす。ナイスナイス。あ、あ、味方の攻撃でやられてくれる。ねえ、このカウンターのモーションだけこのゲーム好きやわ。うん、かっこいいよな。おお。いいっすね。オッケーオッケー。どこ行くのお前。どこ行くのお前。おお。京都は言うまいな。まあ向こうも3対1やからな。ナイス。お、もう龍は剣よ強し。そんなことわざあったっけ。
ペンじゃね。銃は剣より強し。まあ強いけど。ああ、全然聞いてないですね。オッケー。おこの宝箱はこれは来てるってことですね。そうかもしれないですね。魔力はマジで回復させてくれ。全然ないな。え、なんでやろ。へい、いいっすね。ボス部屋の鍵。よし、さあ、ああ、で、でなんですよ。はい。で、あ、まあ、これと一緒に行きましょう。まあ、これはさ、なんかこっち飛んでいけるかよな。よいしょ。いいね。もう終わりが見えてきたな。わからん。ここのなんかを攻略したら、さっきバロンが予想したように、あのファンのところが開いて、とかなるんじゃない？知らんけど。ん？ん？ああ、知ってます。うん、今更ですね。てることをドヤ顔で教えてくれるやつ、くるやつほどしょうもないもんないな。ぶち切れすぎじゃない。そんな言う。なに、マコレに当たりきつくない。やっぱ可愛い女の子がよかった。可愛い女の子がよかった。マコレも可愛いやん。可愛いのベクトルが違うねんな、別は。ああ。呪いだ、呪いだ、何もできねえ。あ、まあこれがダメージ受けてる。だこが。オッケー。あれか、まあこれに特攻させなあかんのか。じゃあ。あ、下やな、多分これ。オッケー。あ、持てや。持てや。早く。よしよしよし。いいぞ。オッケー。あ、乗ってない乗ってない乗ってない。謎にシビアやな。オッケー。オッケー。ほらやっぱ下やんけ。さすがやわ。いやはや、お見それしました。やっぱ下やんけ。これ、魔法の、まあまあいいか。ほら。オッケー。レッツゴー。これで巻き込まれへんうちに。オッケー。これ回っても大丈夫よな。お、いやー、さすがの読みですわ。絶対ないと思ってたわ。どうしようとか。うわー、なんか、お、あ、なるほど。ええ、ドボラしようとしたらできないな。ちょっと射程欲しいな。オッケー。多分上よな。多分知らんけど。あのモアイかな。あ、なんか、あれ、なんかスイッチが。うん。オッケー。で。どんだけスタート画面開かせんねん、お前。いやいや。どんだけスタート画面開かせんの好きやねん。いや、もう、な。スカオまでのゼルダはそうやから。スタート画面。確かに。宝箱の反応で敵全員倒したよな。倒したな。あの、多分ここで手に入る宝箱って、幸せのペンダントかなんかやろ。いや、そうやねんけど、そうやねんけど、そうかもしれないけど、そうそうそう。え、なんで敵倒してるやん、全員。
あ、まあでもこいつらはこれで死んでくれるから。うん、ここを突破したらボス戦でしょう。それこの謎の風が。謎ではないでしょ。まあ謎ではないけど。あ。犯罪やらされてるからね、させられることもあるよな。ああね。もう攻略がこれしかないもんな。ああ、いけー、やばい、ただデッドハンドがな。来んなよ、お前。いいっすね。やむんかい。オッケー。あれ微妙に届かへんな。もし前、なんか。ああ、あぶねえ。あぶねえ。こぼれ。オッケー、オッケー。こいつがめんどくさいな。歴代デッドハンド全部嫌いもんな。いや、デッドハンドは。うん。いや、てか、ここ。の。多分デッドハンドで、多分俺このゲームは、ノーデッドハンドは、デッドハンドの名前。デッドハンドか。いや、たぶん、わからんけど、なんか。デッドハンドって何？窓ハンド？ドラゴンクエスト？いやいやいや、あの、ほら、東京かでもさ、上から鍵が出てきて、こう、ヒューンって掴んでくるやつとかおって。あれ系やと思ってんねんけど、勝手に。フロアマスターじゃなかったっけ、あれの名前って。あれ、フロアマスターか。まあ、あ、デッドハンドあれ、うん、あいつ、うん、こいつらはあの歴代のシリーズの中でやったら2番目に嫌いやな、うん、あれ1番は1番はトアプリのやつ。トアプリのやつどんなやつ、なんか最ラス面かな、なんか、うん、こんな感じで持ち上げて、なんか持ち上げて、なんか何も攻撃できひんねん。でなんか制限時間以内にこうやってなんか敵を避けてなんか持っていくみたいなのがあって、はいはいはい、で途中で今近構えてるのがそのデッドハンドだかフロアマスターだかの手が待ち構えてるのね。で、ああ、できひんだかそいつらを避けながら進まなあかんねんけど、制限時間がある中で焦らされながら行くねん。で捕まったらなんか戻されて、しかも戻されるのが結構前に戻されるから、ほんまにプチなるほど、あの俺はトワイライトプリンセスをやめた。やめたん？やめたん？やめた。こんなに？俺はトワプリをやめた。ラス面まで進めといてやめた。あとちょっとやん。いけるか？おやし！なんていうパワープレイ。これでよかったんか。ほんまにこうやったんか。あれ、止めるスイッチとかいらっしゃらないんですか？ワコレさんがいないと。ああ、めっちゃ戻された。いや、俺はできたんやから、マコレお前もできるやろ。いけたー、素晴らしい。これは俺がおらんと何もできへんな。手のかかる弟みたいなもんやな。まあ俺弟おらんけど。さあラスト最後、多分これゲイエイ近寄せないとなんかあかん気がする。じゃあな、不発に終わったらめんどくさいもんな。いいっすね。
そう、バイクの音鳴り響いていると思うんですよ。ごめんなさいね。な、何も聞こえへん。ああ、よかった。お、来たね。来たね。これ暑っ。も見たけど、お前、ごめん、どこが最初入るとこかわからんかった。わからん。あれ？まあ、妖精ま、あこるれは？し。ま、これは？いや、まあ、これは別よ。また食べられんのが落ちやん。さあ、来ました。風たくで一番人気があると言っても過言ではないボスです。おお、まあ、とりあえず、これは絶対使うねやろな。お？いや、マジで何も覚えてねえ。見たら思い出す。こいつも曲がいい。砂底に沈む賢者の。お、アリクイ？アリクイじゃないです。お、ぼ、ぼ、誰や、お前。わ 覚えてない？モルドゲイラです。俺のヒーやってこんなんやったっけ？もっとかっこよくなかったっけ？いや、こんなん。靴パッカーで。俺のゲイヤ君も割と常連やから、一年やからな、一年。そうやな。モルド系っていうか、ゲイラ系っていうか。作曲よ。出てこい。いやーもう。結構近づかなあかんけど。あんま近づいたら食べられる気がすんな。いいっすね。で、このミニゲイラを倒す。あー、危ないよ。食べられるよ、食べられるよ。そこにおる。おー、怖。食べられるよ。あぶねえ。俺からロックオンを取るな。出て出て。砂でね、足が取られるから、ちょっとやりにくいやばい、ね。雑魚ギーラが一番うぜ。せやな。オッケー。まだまだ湧いてくれんけ。1回の攻撃で3匹しか出んはずやから、いけるはず。さあ。来た。あ、食べられた。ああ、なるほど。結構減ってない？大丈夫か？これ。大丈夫じゃないな。いや、いける。自分を信じるんだ、バロン。えい、君にえい。は、妖精がついている。妖精もあるし、おばあちゃんの特製スープもあるから。ああ、もうそれは勝ったな。マスターソードの賢者の祈り以上やもん。さあ。あ、お、飛び出痛してい、くる痛いよ。か？いいよね、なんかこう、竜じゃないけど、長くてでっかいやつが飛んでんのってかっこいいよな。なんか、メイドインアビスでもこんな敵がおんねんけど、そいつがめちゃくちゃかっこいい。誰や？敵？慣れ果て村の、三賢の一人の、名前忘れたけど。ああ。結構こいつ攻撃的やな。前マジで邪魔。あんま近づくと危ないよっていう。これロックオン外れんのずるいな。だよな。結構体力が減ってきたな。いい距離。このヘチイビゲヘイライがな。ヘイヘイヘイ。お、ドーピングか。ドーピンコンソメスープ。うふ。攻撃力2倍。攻撃くらいまで攻撃2倍やって。微妙やね。そやな。ちょっとチビゲイラたちが厄介じゃなければいいけど。おうおうおお。あぶねえ。おばあちゃんが切れるとこやった。おい、一撃！え、素晴らしいね。一撃！あ、危ない。
そうね、おばあちゃん効果。え、てか、副職結構伸びるやん。めっちゃ近づいてるのに俺、もう俺こいつのこと信用できんから。結構いったな。オッケー。さあ、ここは慎重に、おばあちゃん効果を生かすために。ずれた。ナイス。オッケー。さすがおばあちゃん。いやー。あー、砂に変えるんや。あー。お？あとの器は嬉しい。まあね、ね。まあこれを永久就職や。そやな。終身雇用どころじゃないな。死んでからもあいつらやってたよな。あの前の賢者っていう。もう、永続やね。永続やね。死んでも働くね、肉体。かわいそうに。怖すぎる。やったぜ。イエイ。じゃあ、働いてもらいましょう。ノリノリやな、こいつ。自分の運命知らんのか？マスターソード、本来の力を取り戻してくれ。あ、おばあちゃんなしで、おばあちゃん。ついでに逃げ込まがってくれ。ついでに逃げ込まがってくれ。あかんぜ、知らんけど。名も知れぬコキリ族も応援してる。ほどや。ほどや。さあ、来たぜ。お、いや、これはおばあちゃんパワーや。これはおばあちゃんパワー。あ、おばあちゃんパワーか。蘇った。大魔の力が宿り、真の勇者の剣として蘇った。ほんまか？お。完全に復活いたしました。祖先もとっても満足しているようです。私はここで神への祈りを続けます。前もか。バロン様は後ろの光に入って地上にお戻りください。ご分を祈っておりますです。任せろ、ガノンドルフ倒して。すぐそこから助けてやるからな。そやな。こっからが長いんだよな。あ？いや、もう、いや、なんでもない。まあまあまあ、うん。おお、魚人。そうか、では魔獣とはもう。魔獣とはもう？ああ、もぬけの殻のすっからかーんってね。スカシッペでも響き渡るぐらい静かな場所になっちまったよ。どうなのか。なんで、なんで、死刑たつらしやがって、おいちゃんよ。化け物がいなくなったんだ。もうちょっと素直に喜べないのかい？ああ、どこ行ったやろね。バロンよ、悪い知らせだ。バルー様によって火だるまにされたガノンは、あれ以来、あれで死んだやろ。そう。いや、死んでないの。あの程度じゃ。ガノンはあれ以来、会場に姿を見せていないらしい。そればかりか、やつの根城である魔獣島から魔物たちが一匹残らず消え失せているそうだ。まさかとは思うが、ゼルダのことが気がかりだ。バロン、すべてのトライフォースのかけらを探し出し、一刻も早くハイラルに向かうのだ。ゼルダ連れ去られてるパターンや。いつものパターンやね。っていうか、え？っていうか、お前、マホレに対しての元気はないねんな、お前。ないね。冷たいやつや、ほんま。で？そやな。え？で？で？で？あの、今、赤寿司の王が言ったように。いや、そうなんだけど。いや、そうなんだけど。はい。トライフォースのマップ。トライフォースのマップ。マップやんな。そっか、解読がいるよな。トライフォースのマップ。7？ え？そう。2、3、4、5、6。ないっすね。
こんなバカな。ここからだよ。風のタクトは。ぶっちゃけそのトライフォースのマップのありかぐらいはもう攻略見てもええ気がするけどな。本来はもう世界を冒険してどこなんやろってそこから探すことがあれなんやろうけど、ちょっとね、尺があまりにも長くなりかねないので、トライフォースのマップぐらいは攻略を見てもいいんじゃないかと個人的に考えてるんですけど、どうでしょうか。いやね、俺に聞くな。あと1と7をシンクルに解読してもらおうか。